ルカパチョーリの肖像画、ヤコポデ・バルバリが、パチョーリ50歳の時で、右前方の分厚い本が、スムマだと推測されている。右奥にいるのは、スムマ執筆を援助したクイドバルド。多面体はダ、ダヴィンチがデビナに描いた挿絵に、同じ図形がある。カポディモンテ美術館像、スムマは、1494年11月10日に、数学者、修道士のルカパチョーリが表した。 数学書であり、ベネツィア共和国で出版された。正式な署名は、算術、期化、期及び比例に関する全集で、全集の部分をとって、スムマと略称され、スンマ表記もある。スムマは、算術百科事典としての内容を備えており、当時の数学知識を集めた最初の印刷本であった。現在は、複式墓形を最初に体系化、理論化した。 出版物としても知られ、会計学で重要な位置を占める。ヨハネス・グルテンベルクの活版印刷を使った最初期の書籍でもあり、インキュガブラに含まれる。当時の学術書としては珍しく、ラテン語ではなく、イタリア語で書かれた。出版は、ベネツィアの出版社パンガニーノでパガニーニで行われた。数学書としては、大数学についての最初の印刷物であり、二次。 方程式の解放が書かれている。幾何学については、ユークリッド幾何学が中心で、フィボナッチの著作に近い内容となっており、その他に、数論や商業算術がある。簿記論は、商人に必要な事項から始まって、帳簿の種類や書き方が解説されている。12世紀から地中海貿易で栄えていた、イタリア都市国家の影響力が低下しつつある時代だった。 イタリア戦争によって、シャルル八世のフランス軍がイタリアを攻撃し、これ以降、イタリアは、ナポレオン戦争に至るまで、たびたび戦乱の影響を受けた。スペインやポルトガルが、大西洋やインド洋に進出を始め、地中海貿易に変わって、世界経済に影響を及ぼすようになる。文化面ではルネサンスが活発で、分野を超えた交流も、盛んに行われた。当時の数学は、 商業計算はもちろん、天文学、先生術、芸術においても重要だった。母器の分野では、専門の母器係や商人ではない学者が、数学研究の題材に商業算術や母器を使い、結果的に母器の普及に貢献した。ベネデット・コトルリア、後のジェロラモ・カルダーノと同様に、パチョーリもその一人だった。著者のパチョーリは、 トスカーナのボルコ・サンセポルクロに生まれ、少年時代に画家ピエロ・デラ・フランチェスカから数学を学んだ。フランチェスカはパチョーリを連れてウルビーノ広告に行き、パチョーリはウルビーノを、フェデリーコ・ダ・モンテ・フェルトロに図書館の利用を許されるようになった。1464年の頃にパチョーリは、ベネツィア商人、アントニオ・デ・ロンピアージの息子の家庭教師となり、この時期に、 勃起の知識を身につけたと推測されている。数学教授となったパチョーリは教育法を評価されて各地の大学に招聘され、その経験を著作にも生かした。ウルビーの滞在中には、スンマの執筆のために図書館に通い、グイドバルド・ダ・モンテ・フェルトロとの交流が始まる。グイドバルドはフェデリーコの志士であり、スンマの執筆を援助した。このため、 スムマの冒頭にはウルビーへの公園の展示がある。グーテンベルクの活版印刷技術は1460年代からイタリアに導入され、ベネツィアはヨーロッパ最大の印刷センターとなった。ベネツィアの印刷は鮮明さ、紙質、字体で定評があり、商業が発展していたベネツィアは印刷の販路も見つけやすかったとされる。当時の学術書ではラテン語が一般的だったが、 パチョーリはスムマをイタリア語で書いた。著書をイタリア語で書く理由として、読者が読みやすくなれば実り多いものになるとパチョーリは考えていた。貴族や数学の専門家だけでなく、商人など一般の読者を想定していたとされる。第一部は三述と大数。第二部は幾何学について書かれている。数論は図形数、完全数。 偶数,数奇数、ひらかた数、合同数。基本演算は、数表記、加減乗除、指表記、開閉法。分数については、表記、指則、対分数、及び分数をつなげる計算法として、インフィルケアという方法の紹介。算数法、人比,比例、家庭法、そして大数学、企化、商業算術となる。参照した数学者として、 サクロボスコ、エウクレイディス、ボエティウス、プトレマイオス、アルキメデス、アルジェブラなどの名が挙げられている。このほか、表説を指摘された部分がいくつかある。商業で使われる主な算術が例題付きで解説されている。コンメ面ンだと呼ばれる商業組織の共同経営、家畜の放牧、家の賃貸、物々交換、利益と値下げ、利率、効果の純度。 旅費、資本の分配、給料支払い、労働時間、パンの購買、ゲームの問題などが書かれている。当時の商業についての資料にもなっている。大数学についての最初の印刷された書籍であり、二次、方程式の解放について書き、後の研究者に影響を与えた。第一論考はプラスとマイナス。第二論考は根の計算。第三論考は二考はと二考差。 第4論考は、べきの情報。第5論考は二次方程式。第6論考は二次方程式に還元できない、工事方程式について書かれている。二次方程式は6つの標準型が紹介され、レオナルド・フィボナッチの、ソロ版の書と同様の内容も見られる。記憶のために、ラテン語詞で解法を説明している。三次方程式については、ヒッピレ性、または、 不比例性を理由として、可能かもしれないが、一般的な解法はないと書いた。パチョーリは比例性を重視しており、その点は、スムマの署名にも現れている。三次方程式の記述は、ボローニャ大学のシピオネ、デルフェンロに影響を与えた可能性がある。全体の構成は、フィボナッチ、幾何学の実際に促している。パチョーリ自身が講義で使用したヨハンネス・カンパヌス編の ユークリッド幾何学の要約が含まれている。小半と第二半は幾何学を扱った部分に差異がある。書かれているのは基本図形、三角形、多角形、円の分割、距離や高さの測定、体積、面積、高さ、距離などである。複式母記については第一部第九編論説11、計算及び記録についてで解説された。 197ホリオの裏ページから210ホリオの表まで合計14ホリオ26ページで36章に分かれていた。内容にはパッチワークのように見える部分があるため、商業学校で使われていた商業書や商人たちから得た知識を組み合わせて書いた可能性もある。36章の構成は以下のようになっている。修道士でもあるパチョーリは、 会計を行う基調面で勤勉なものを、神は認めると書き、帳簿をつけることは善行であるとした。引用された人物として、ウェルギリウス、パウロ、マタイ、ダンテラがいる。健全な信仰心を持ち、専門的な教育を受ければ、秩序のある会計をできるとパチョーリは考えた。福祉規模は、イタリアの都市国家で13世紀末期から14世紀。 初頭に形成されたという説が有力である。都市によって簿記にも違いがあり、ベネツィアは口別損益計算、フィレンツェは基幹損益計算を使っていた。スムマの損益計算は一般的にはベネツィア式簿記と解釈されており、パチョーリ自身もベネツィアが採用している方式だと書いている。しかし、継続的な帳簿記録をもとに、 期間で区切る総括損益計算も見られるため、ベネツヤ式簿記とフィレンツェ式簿記の両方の特徴を持っている。当時はまだ完成されていなかった資産表の原型が第14章と第36章に書かれている。元帳のすべての勘定を一枚の紙に転記し、借り方金額の総計と貸し方金額の総計を確認する。等しければ元帳が正しく、 等しくなければ、元帳に誤りがあると論じており、合計資産表と同様の実務が行われていたことを示している。スムーマ初版本。スムーマは、大判二つ折、り、308ページからなる当時としては、大きい本で、奥書きによれば、初版の出版日は1494年11月10日である。スムーマを印刷したパ、パガニーのディッパガニーには百八十七年に、 独立して印刷書を持った業者で、パチョーリは、グイドバルドの援助とベネツヤ政府からの印刷特任権を得ていた。パガニーには、木版雑誌絵本の経験がなかったが、スムマの出版は成功して初版は3冊まで印刷され、パチョーリの死後に、トスコラーノで第2版が出版された。スムマの価格についての直接的な資料はなく、 1484年から1485年の書籍の価格をもとにすると、現在の価格で10万円を下らないと推測される。初版は囲み、飾りの有無などの相違点によって3種類あり、イタリアのインキュナブラの目録番号では7132、7133、7134にあたる。部数は初版、第2版ともに不明である。 当時の書籍の平均的な部数は400部から500部であった。スムマの初版本は100冊ほど現存すると言われている。日本では大阪学院大学、大阪商業大学、神奈川大学、久留米大学、慶応義塾大学、神戸大学、専修大学、大学日本大学小学部、広島修道大学、早稲田大学の図書館に蔵書がある。パチョーリのデビナの差し絵。 レオナルド・ダ・ヴィンチによるドローイングの版画。パチョーリは住むまで名声を得て、講義は人気を呼んだ。1496年にミラノ公国のルドビーコス・フォルツァに招かれた時に、パチョーリは宮廷でレオナルド・ダ・ヴィンチと知り合う。遠近法などの絵画技法を通して数学に興味を持っていたダ・ヴィンチは、パチョーリと会う前の1495年に、 スムーマを119ソルドで購入しており、二人の進行が始まった。ダヴィンチは、スムーマから様々な抜粋や転写をして学んでおり、パチョーリの第二の著書、デビナでは、ダヴィンチが本文71章と、ホイ20章で図形の挿絵を描いている。1498年にスフォルサ城で開催された公開討論会では、パチョーリとダヴィンチは同胞として出席した。 しかし1499年にはイタリア戦争でフランスがミラノを攻撃したためにパチョーリはダヴィンチと共にフィレンツェに避難した。スムマは好評だったが墓器に関する部分が抜き書きされて他の指南書に転用されていたため本体が売れなかった可能性もある。スムマの墓器論を最初に使った印刷物が 簿記係や簿記教師でもあったドメニコ・マンツオーニの複式簿記と仕分け帳だった。マンツオーニはスムマから大量の引用を行い、簿記の実務用テキストを作り上げた。その後、スムマの簿記法はイタリア式簿記法と呼ばれてヨーロッパ各地に伝わった。初期の電波では16世紀アントウェルペンの織物商案ンンピンの影響が大きかった。インピンは スムマをオランダ語とフランス語に翻訳し、初のオランダ語の簿記書として新しい手引きを出版した。新しい手引きは年次決算を解いた最初の簿記書とされる。スペインにもインピンによるスムマの翻訳が伝わった。ドイツの初期の簿記書にはスムマの影響を受けた本と独自に書かれた簿記書の両方が存在した。スムマはイタリア語で書かれているが、 多数の略語が使われており、現代イタリア人でも読みにくい。そのため、イタリア語の翻訳書も出ている。パチョーリが、ラテン語とイタリア語の混合語で書いたとする説や、サンセポルクロやベネツィアの方言の混合語で書いたという説がある。スムマのボキロンの翻訳は30冊あり、英語が4冊、日本語が4冊、イタリア語3冊、ロシア語3冊、オランダ語。 フランス語、スペイン語、チェコ語、ドイツ語、中国語が各2冊、ポルトガル語、ポーランド語、ルーマニア語、トルコ語が各1冊となる。日本での書訳は、1920年の平井安太郎による英語版からの重役である。平井はパチョリ、母記書研究として発表した。すむま全文の日本語訳はされていない。ありがとうございます。